蘇の自然を愛護する会、竹原則夫さん。写真家として阿蘇の美しい風景を撮り続ける中で、自然環境の保護に携わる。野生動植物の監視を続けて40年、阿蘇を彩る野草や動物たちが未来永劫存在し続けることを願っている。草原が抱えるさまざまな課題を解決するため、今日も広大な阿蘇の草原や森をパトロールしている。もともとちっちゃい頃からやっぱり山が好きでしたから、そういう関係もあって、仕事でちょっとよそへ行ったり、学校の時代はちょっと町から抜けてたんですけど、帰ってきてね、やっぱり自然が大好きだと。でちょっと仕事で長崎とか行って、例えば1週間もいるともう死にそうになっちゃうんです、息ができなくなっちゃう。空が上にしかないんです。青い空は上を見ないと、東京と一緒ですね、だからやっぱり阿蘇のこの原野で生まれて育ったっていうのがやっぱきっかけでしょうね。最初はね、もともとカメラをやってましたので、花を撮ったりやっぱり原野に行って写真を撮るっていうことが多かったもんですから、それで仕事で熊本市内まで帰ってきたところでちょっと活動もできるようになったから、いろんなそういう活動をやってるグループあたりと一緒に動くようになったというところですか。そうですね、やっぱり時期で多い時は月に7、8日とかで、大体年間で、シーズンがありますけど、3月ぐらいから始めて、11月ぐらいをめどで大体4、50回ぐらいでしょうか。洞窟にも2種類ありまして、1つは家庭に持って帰るパターンと、これはなかなか育てるのは難しいです。土が全く違うし、気候が違うし、で一番問題なのは業者ですね。いわゆる、野草を販売しているガーデニング関係とか、そういうところで名前が書いてないもんですから、実は DNA 見たら、今は時代が時代だからすぐ分かっちゃうんですけど、どっから持ってきたのかね。で業者のやっぱり大量洞窟が一番問題ですよね。基本的には僕らが回れるところっていうのは本当に限られた部分、それと限られた時間なんですよね。で彼らはやっぱりそれを職業にしてるもんですから、僕らがいつ回るかっていうのは大体想像もできてるわけですね。数的には、まだまだ自分たちが見つけてないところにもあったりとかしてますが、もう絶対量が確実に減って、群生地がもう一箇所しかないとか、そういう場所も結構ありますから、そこらをやられちゃうとちょっと辛いですね。そうですね、この難しい問題で、例えば観光に生かそうという時にどうそれを生かしていくのか、じゃあ今の野焼きをどうやったら本当に続けていけるのか、それとやっぱり野焼きっていうのはもともと観光のためにやったわけではなくて、生活のために野焼きをやっていたわけで、やっぱりじゃあ野焼きをしなきゃいけない理由っていうのをうまく見つけて、やっぱり必要なものとしていかないと、どうしてもやっぱり商売とつないでいくと逆に無理があるのかなっていう気がしますね。そうですね、実はそういう希少な植物も含めて、ほとんどの植物が、例えばススキもそうだし、
阿蘇の草原は実は森林は保水力があるけど保水力が草原はないように言われてたんですね。ところが森林と全く変わらないだけの保水力を持っているということは水害とか特に今の時代この災害が多い時代にとってこの草原を維持するっていうのは非常に大事なことだっていうふうには考えてますね。一番難しいテーマですよね。何でしょうね。やっぱりちょっとお話したけどやっぱり体内にいるのと一緒でしょうね。DNA の話と一緒でやっぱり自分連綿と続いた人類の歴史の中でやっぱり一番特に日本人はやっぱ大事なのは草原に生きてきたような気がしますね。森林ではなかったんじゃないかっていう気がしてます。必要なものだけあればいいっていう気持ちは持ってるからやっぱり自然を破壊しない地球を破壊しない。実は地球でいろいろ起こっている災害は原因は全部人にあるんじゃないかと。だから今反省して少しそういう環境のことをよく考えないと滅びるのは地球ではなくて人間と思います。だから人間が地球の全てっていうおごりが人間にあるところが根本的に間違っているという気がしますね。そこをもう一回やっぱりみんな考え直してほしいかなと。本当は数十年前あるいは100年前のやっぱり草原に帰ってほしい部分とかありますけど、やっぱり災害で随分山も荒れてますのでそこら辺がすごい気になるところですね。でもこれは10年もすれば草木も生えてきますし今ハゲ山になっているけどここら辺も十分自然に帰っていくというふうには思っています。そうですね、草原にいる時がやっぱり一番幸せだし安らぎだしなんかやっぱり母親の体内にいるようななんかそういう感覚はありますね。